皆さんこんにちは、マダルグルージです。では今回は、ギレンネボーアークシーズの脅威 V、連邦軍、レーベル将軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回はデラーズフリード、これを壊滅させて、アクシズが地球圏に帰還したというところまでプレイをしました。ご覧のように宇宙はですね、まあ、アクシズをはじめ、ソロモン、このあたりがアクシズに占領されているというところです。さらに地上でもオデッサの周辺がアクシズに降下されて占領されているという状態ですので、まずこれをね、しっかり、奪い返していくという作戦を行っていきたいと思います。まず地上なんですけども、あんまり数が多くないんですが、まずメッサラですね。シロッコのメッサラ、これを使って制圧していこうと思っています。さすがの強さですよね。モビルスーツも強いですが、それ以上にシロッコの能力が群を抜いているというところありますので、これで一気に、このね、ジャブロを奪還しようという作戦です。で、宇宙に関してはですね、まあ、まずはサイドバン、ここを占領してソロモンを奪還。アクシズを包囲していこうという作戦になります。では、時間を進めていきます。はい、サイドワンですね。連邦軍のユニット数98。まあ、圧倒的な戦力で攻め込んでいきます。まあ、問題なく一撃死させていきたいところですよね。敵エリアに侵入しました。では、ここは正攻法で攻め込んでいきたいと思います。まあ、特に何も考慮することはないかなと思いますね。強いて言うならば、できるだけユニットをダメージ出ないように戦っていけたらいいかなと思います。で、主力の量産機なんですけども、ジムカスタムに少しずつ変えていっています。ジムカスをこの後の、まあ、メインの量産機として使っていこうという作戦ですね。そして、ガンダム試作4号機、ガーベラ。まあ、これは実際には原作の中ではガーベラテトラとして改造されてシーマに渡された機体ですけども、今回はシーマには寝返ってもらったので、そのままガンダム試作4号機ガーベラとしてシーマに使ってもらいます。シーマも、まあ、シロッコにやや劣りますけど、それでもこの能力ですからね、まあ、シロッコがいかに強いかというのが、この状況からも見て取れますよね。ちなみに、ヤザンはそのまま、デンドロビームに乗ってもらってます。まあ、主力になるのが今ご紹介した、シロッコ、ヤザン、そして、シーマというところになってくるかなと思いますね。で、まあ、ティターンズ系のジェリード、カクリコン、エマ。このあたりもまだ連邦軍として使えている状態なので、まあ、しっかり戦力として使っていこうと思います。さあ、ここはマウアーですね。ガザシー相手になります。ガザシーってね、まあ、やられキャラのイメージありますけど、この時点の連邦軍、モビルスーツの開発状況を見ると、決して油断ができる相手ではないですね。強いと思います。で、ここは、リゲルグの前にグレーファントム一撃しか、まあ、イリアがいたとはいえですね、強いですね。まあ、下手に近づくのは危険というのが今よくわかりました。モビルスーツはね、貴重なので、まあ、失わないようにダメージを負ったものは撤退させておきましょう。さあ、マウアの第2撃ですね。イリアのリゲルグに挑みます。支援攻撃も当てて、パワードジムを前面に出して攻撃ですね。イリアだけでも、ここでね、撃墜しておければいいんですけど、うまく撃墜できましたね。ここ、出直すのが得策か。では数で圧倒していきます。これでサイドワンは取れたと思いますので、まあ、多少の被害は出ましたけども、このまま。ここで。アクシズ制圧に向けて、軍を進めていきたいと思います。ガルス J が残ったか。まあ、さすがにね、ダブルゼーターの機体ですからね、ガルス J に関しては。連邦軍はまだジムカスなんかを使っている状態なので、まあ、多少やっぱりね、
不利に働く局面はあると思うんですが、まあそれはそれとして進めていきましょう。報告します。はい、サイドバン制圧完了です。では続いてソロモンの攻略戦ですね。連邦軍94、アクシズ軍32という数になっています。まあ、ここは少し激戦になるかもしれないですね。まあ、ただ敵の生産力、国力、これを削るために先に侵入したという流れです。このまま今回も進んでいきましょう。さあソロモンの攻略戦ですね。このまま敵中央部へ突っ込んでいきます。でルナ2方面からも部隊発進しているので、このルナ2方面の部隊に関してはあまり進出はせずにですね、しっかり敵の動き見極めましょう。では進めていきます。さあ敵ですが、アクトザク、あとはガザシー、ガザディ、この辺りにガルス J が入っていると、まあ、先ほどのサイド1の攻防とほとんど敵は変わってないですね。まあ、なので多少の損害、しかも先ほどよりも多くの損害が出るよっていうのは、まあ、覚悟しておいた方がいいかなと思います。ここにいるガザディにはしかも、出るダニー、デューンがいますね。これは早めにやっぱり仕留めたいな。ヤザンのデンドロビームぶつけてどうなるかっていうところですけど、まあ、ちょっと倒せないかもしれないですね。まあ、できるだけ強いキャラを当てて、まあ、強力な敵ユニットを早めに潰してしまいましょう。ここはなんとかね持ちこたえてほしいなっていうところなんですけど、シーマのガーベラが早速撃ち落とされる、まあ、そういう危機になってますね。なんとか持ちこたえてほしいですね。ここはヤザンです。ネズミがちょろちょろと仕留めてやる。ここどんだけ敵落とせるかでだいぶこの後変わっていきますよね。いや、さすがデンドロビームだな。ほぼノーダメージで倒せそうですね。まあ、残った敵に関しては少数なので、ダニーが残りましたね。ダニーを撃破すれば、一通り、トリプルエースは撃破できそうです。シーマは、残れなかった。ガーベルが早くも落ちましたね。ちょっと早かったかな。もうちょっと持ちこたえてほしかったかなっていうのはあるんですけどね。スティーメインも落とされましたね。いや、本当にアクシズのユニットは強い。まあ、ヤザンもここまで削られたので下げざるを得ないかな。まあ、こちら物量で挑んでいきましょう。はい。まあ、ソロモンはほぼ制圧してきましたね。残っている敵撃破して終了しておきます。さあここですね、地上戦がかなりしんどそうなので地上戦しっかりやっていきましょう。まあ、シロッコのネサラ、これをやっぱり前面に出さざるを得ないので、まあ、シロッコのネサラ中心に部隊を展開していきたいと思います。ガルダ、これもうまく使っていきましょう。まあ、しばらくは敵の増強を避けるために、しっかりここで敵を食い止めて、その間に宇宙からいくつかの部隊を下ろしてくるっていうのがいいかなと思います。では、シロッコですね。まあ、しっかり敵を攻撃して落としていってもらいましょう。あとはメッサーラの初陣ですね、シロッコ。属人には指導が必要だ。絶対者としての私の指導がな。ズサだと思うんですけど、これ倒せるかどうかですよね。まずはね、白っこで、うん、十分に火力出そうなので戦えそうですね。あとは白っこもどんどん、レベリングしていくということになると思います。でガブスレイも今生産開始しているので、まあ、ガブスレイも生産が完了すればこの前線に持っていきたいなということですね。ここはマシュマーに、ここは戦場なのよ。
シロッコとエマが挑む、まあ、マシュマーがもう地上にいるっていうね、そういう状態です。まあ、ただここはシロッコの方がさすがにマシュマーよりは優れてるかなと思うので、まあ、しっかり削ってほしいですよね。メッサーラ本当に大きいですよね、ユニットとしてね。純粋な大きさっていう意味でも。はい。ではソロモンの制圧完了しています。地上戦へと本腰を入れていきましょう。まず地上戦なんですが、ガブスレーですね。これが生産可能な状態になりましたので、まあ、ガブスレーをいくつか作りたいというのと、まあ、あとはやっぱりね、ここにいるメッサーラ、シロッコですね。これ量産するには、まあ、ちょっとコストが高くつきすぎますので、まあ、ワンオフ機として使っていこうと思うんですけども、まあ、このシロッコをうまく使ってですね、このジャブローを落としていきたいというふうに思います。うん。オデッサを落としていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その様子をお届けしていきたいなというふうに思います。